こんにちは、皆さん。スプレアートリノベアちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はですね、チャレンジプラスプレゼント動画です。キーホルダーを作って皆さんにプレゼント、まあ皆さんというか4人にプレゼントをしていきたいと思います。ということで皆さん、始めましょう。皆さん、じゃあ一つ目終わりました。こんな感じです。ちょっと微妙だけど、キーホルダーで作ってどんな感じになるのか、まだね、まだ完成ではないけど、まあ、次に行きましょう。でもなんか最近私はちょっとクラフトをやってるから、キーホルダーとかを作ったらどうかなって思った。で、これで完成です。なんだけどちょっとね、微妙だね、形はちょっと微妙。まあこんな感じで、じゃあもう次、最後に行きます。終わった。まあ、じゃあちょっとレージンします。これを使って乾かします。オッケー、まあ、じゃあレージン終わってこんな感じ、ピカピカです。ピカピカ。多分一番いいのはこれです。見てこんな綺麗。出来上がりです。
まあ4個作りました。4個、まあ、こんな感じです。本当にちっちゃいキーホルダーとしてちっちゃいけど、またちっちゃい子だと思ったけど、皆さんどう思いますか？あのコメントに書いてください。で、まあ、応募方法はいつも通りです。このチャンネル登録、この動画にコメントです。でそれランダムでプレゼントします。多分大体皆さんの住所が分かってると思うんですけど、まあ、新しい人とかだったら Twitter フォローと DM であの住所送ってください。10月1日まで、10月1日12時夜の12時までは応募してください。まあ、それだけかな。皆さんありがとうございます。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。